こんにちは、感激 YouTuber のゆきのです。今日はですね、営業再開した日比谷商店に行ってきましたので、そちらのリポートをしたいと思います。はい、まず日比谷商店入り口でございます。入り口と出口にきちんと分かれていまして、入り口の方ではですね、ちょっと今ちらっと映っているんですが、サーモグラフィーがあります。で、そちらでですね、確認をしていただきつつ入館しまして、手の消毒という形になりますね。はい、私もしっかりとやりました。はい、で1階に降りてきました。リニューアルしてね、新しい店舗もありましたけど、左側の方はまだ改装中というところでございました。はい、こちらキャトルやってきました。リニューアル後っていうことで、コロナになる前からね、整理券ありましたけれども、リニューアルしてね、より右側のところの本棚のところすごくすっきりしたなっていうような印象です。この時土曜日のお昼だったんですけれども、土日なのにこんなにすっからかんで、整理券もね、その時間にすぐ入れるような形でもらうことができました。はい、いかがでしたでしょうか。シャンテをね、中心にやってしまったんですけれども、上のね、本屋さん日比谷コテージの方にも足を運んだんですが、そちらはね、整理券とかはなくって普通に入ることができました。ただ結構もうガラガラでしたね。で、下のね、飲食店にも行ったんですけど、もうね、やってはいるんですよ、やってはいるんだけど、もう本当に人がいない。なんか一つのレストランに一組のお客さんがいるかいないかみたいなぐらいしかいなくって、もう本当にすっからかんの状態でした。で、ただね、私が行った時は、日比谷のミッドタウンの方は営業してなかったんですけれども、もうすでにですね、日比谷のミッドタウンも一部の店舗で営業再開しているそうなので、ぜひ皆さんもですね、体調がいい時にマスクをして、ぜひ日比谷に足を運んでみてください。